おはようございます、この、こんもりしておる、ずっと続いておるところが、宇治川の、昨日も投稿させていただいた宇治川沿いの桜並木のところですね。これね、私も初めて今日確認したんですが、これはいつもの変わりがない、第二展望台から見た宇治川の桜の遠望ですね。今日も昼過ぎから雨で、明日の早朝まで雨で、でまた土曜日雨ですかね。ですから今週末の日曜日はどうなんでしょう。もう桜ちょっと花散らしの雨が土曜日あたり降って、あれかも分かりませんね。もう東京の方ではもう散り始めてるという話ですので、ちなみに懲りもせず旅レコちゃんですが、今日はですね、こういう風な雨になる前というのは結構ご表示というかあれなんですかね、210メートルということで、ここが190メートルですから、ほぼ20メートルほど誤差がありますね。時刻は7時45分、ちょっと待ったところですね。ではでは、またまた。今、ヴィーナスの展望台に降りてまいりましたが、ちなみにここは約160メートルなんですが、ここでは旅レコちゃんは164メートルですか。そうですね、164メートル。まあほぼぴったりですよね。ただやはり場所によって大きく、同じ場所にいましても大きく誤差が出てまいります。展望台の桜ももう完全に満開です。あっという間ですよ。ということで、では下界へ降りてまいりましょう。ちなみにこの花は何て言うんですかね。本当に私そういうのがわからない。何ですかね。ちょっとピントが合いにくいのかな、ではでは。いつもこの場所に来ますとウグイスが鳴いてますんで、やはりもう決まってるんですかね。ちょっと相変わらず鳴いてるやつの姿は見えないんですけど、もう泣かないな。
ここへ来たらあの鳥です。映ってないんですけど、どこで鳴いてるかわからない。ではでは。